皆さんこんにちは。アサラインコンサルティング司法書士の加山真理奈です。今日はですね、司法書士 の平均年齢的な、ちょっと年齢的なことについてお話ししたいなと思っております。で、私が合格した年はですね、なんかちょっと今さっきサイト見てたんですけど、平成29年度の29年度の合格者はなんか3、40代が7割で、で、40代が次に多くて、で50代が、まあ、次で、20代が結構少なくて、そうですね、20代が24人しかいないんですよね。で、あ、24人のうちの1人なんだと思ってまあ嬉しいには嬉しいんですけど、でも結構3、40代で7割占めてて、で次に、まあ、40代、50代って続いているっていう状況なんですけど、なんかすごい、なんていうのかな、これ逆に言うとすごい、年齢がね、例えば30代、40代からでも取れる、結構一番難しい難関の資格の中では一番いい資格なんじゃないかなって、すごいとっても思います。で、まあ、20代、も少ないんですけど、合格者少ないんですけど、まあ、あんまり知られてないっていうのもあると思うので、私はね、こう YouTube 通してこれでぜひ知ってもらいたいなっていうのも、もちろんそういう意図もあるんですけど、就職事情も司法書士だったら結構3、40代で、まあ、社会人経験がなくてもですね、まあ、どうにかなるっていうところってすごいあるんですよ。なので社会人経験があればなおですね、就職にこう困るってことはまずないです。3、40代で就職先、司法書士試験受かって就職先が見つからないって話はもう聞いたこと一切ないので、そういう意味では、まあ、非常にいい資格であって、で、まあ、実際に合格者の3、40代が非常に多いってことは、まあ、皆さんそういったところを魅力に感じて試験受けてるんじゃないかなというふうに、なんか私は思っております。で、まあ、逆にね、そういう、まあ、年齢そうではあるんですけど、まあ、20代もね、今後すごい増えていけばいいなということでですね、今後も皆さんに情報を発信していければと思っております。今日はちょっとなんか年齢、なんか平均年齢みたいなデータをちょっとたまたま見る機会があったので、ちょっとそれについて触れてみました。また動画を更新したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。